こんにちは。木原官房副長官。まあ、いわゆる岸田総理の右腕ということで、俺が言えば岸田は何でもいいこと聞くよということなんですけども、今日も定例会見上がってるようなんで、えー、ちょっとね、コメント欄を見ていこうかと思いますね。さあ、いきなり有名になりました、この木原官房副長官。どんなコメントが入ってるでしょうか。松の批判が消えたな、というのでね、一、えー、つ入ってます。いいねをしときますね。それから、えー、隠語はイメージ悪いよな、と。 東大卒のインテルみたいなのが余計にということで、まあ彼には隠し子疑惑がついて回ってますね。えー、写真も撮られていて、お相手の女性の方と、あと七五三に参加した時の娘さんも写真に撮られておりました。これは一体奥さんに怒られてないんですかね えー、あ、三木谷ルームに入り浸りって本当ですか炎上鎮座のために平成を装ってますかだってこう書いてますね。これもいいねを押しときましょう。はい、次です。次のパーティーはいつですかやっぱりパスキンが好きですか蓮舫じゃダメですかということで。まあ蓮舫さんじゃね、ダメでしょうね。<laughs> えー、赤田さん。女と金と権力とパーティーが好きな人。多分ね、ここまで公に。 あの、いわゆる、ー乱行ルームに出入りしたことが、公けになった官房長官っていうのは、官房副長官ですけども、なんか戦後初じゃないですかね。はい、次です。あ、ドンちゃんだ。今日もネオンの街には素没か。俺はコロナにかからないから大丈夫。ということで、まあコロナで自粛を呼びかけている時に、まあ堂々とね、この人は三密歓迎の三木谷ルームに行っていたということでございまして、そこでね、外国人の方とか未成年の方をいっぱい囲って何かをしていたという情報が入ってますけども、本当なんでしょうか。はい。 次ですねあこの人知ってる。三木谷さんのお友達でしょということなんですけど、かなりのお友達だそうです。ええっと、次ですね。ガーシーから来ましたって書いてますね。なるほど。次。真面目な顔して話しているけれどって書いてます。はい、次ですね。え、パーティーで紛失した携帯見つかったのかなと。機密情報拡散するようなことするなよということで、うん、携帯がなくなってね、この携帯からいろんなものが、うん、チェックされたんでしょうね、きっとね。はい。まあ、あの、中国で、 10億人分のデータが盗まれたっていうところの一部に入ってるってことはないですかね次です。えー、初めて自民党以外に一票挿入するわということで、今回の騒動でもう自民党に票を入れるのやめたということらしいです。次。日米軍が監視してるでしょう、ちゃんと説明してくださいってことなんで、確かに、まあ、おじいちゃんの代から CIA ですからね、えー。次。早くやめた方がいいよと。うん、まあまあ、やめた方がいいかもしれないですね。あのー、言い訳もできないみたいですし、実際真相はどうなんでしょうかはい、次。2000XX 年の倫理観。 うん。これちょっと乱れてると思います。はい。モンモンさん。岸田さんより立場が上なんですかと。まあ、自称上だそうです。まあ、間違いなく私よりは上ですねえ。次。飼い犬は飼い主に似ると言いますもんね。と。M さんに見えてきたよ。M さんっての誰なのかちょっとわかんないんですけども。誰でしょうね。麻生財務大臣。M 入ってないな。はい、次。木原さんは私の周りのママ友に超嫌われてます。ママ友の情報網はすごいぞ。ということで。そうみたいですよ、木原さんえ。次。ガーシーさんのおかげで有名になった人。確かに。確かにですね。 はい。次ですね。手の内を簡単に明かすリアリズム岸田総理ということでございます。えー、もうだんだんコメントも少なくなってきました。次です。このタイミングでキアラさんの露出増えたなぁ。わかりやすくて面白いということでございます。確かになんか意味があるのかもしれないですね。で、最後私が書きました。ルクテンルールのー VIP 待遇気分はどうですかこれ楽天ルームの間違いですね。すいません。ま、あ一応ね、自分にイエスをしときましょうか。ということで、キアラ官房副長官の定例会見ですけども、自分のことは語らずで今日も終わっていきました。